吉田は犬やったら分かった。明日には分かってる、分かると思うんで、多分いいよと思うから、多分神もらったんやから、それは誰が言うてた。あの、直接もらった。神、くれっていうか、いつも宮間ちゃん持ってきてた。明日は言うわ、みたいな。そうそうそう、可愛いのを本人が言うとったで、吉田の時に神持っていこう思って、ここには来てない。ここには来てない。 とりあえず明日行こう。ちょっとだけ待って、一回電話して。電話出るかで。忙しい。これ並んでるやん。昨日って。確認します。何がいるのかな。 おはようございます。去年のマコトです。おはようございます。あね、あの、田村凛吾に出たいのは、ちょっと出したいんですけど、大阪の人がね、日にちと、何がいるんかっていうのを聞きたいんや、場所と。2月の16日に帰ったね。20日に来やがる。 この紙は、あの、どないなのかな、この当日に受け付けて大丈夫なのかな、この16日に。うん。うん。免許証のコピーとか印鑑はいらん。あ、合うな。そうなんですね。あ、よく見えるよ。あ、よく見えるよ。 ネタと名前と住所とこれが分かってるよ。この16日当日で大丈夫なのかな。吉田期間中に欲しい名簿は。ちょっと待ってね。吉田の、ちょっとだけ待って。吉田の時の20日に持ってきて、吉田の期間中までに名簿だけ欲しい。 ほんで、この、いるもんは免許証がこんなんはいらへんから、っていうことらしい。うん、わかりました。また分からなかったら電話入れます。すいません。はい、すいません。はい。 名前と生年月日と電話番号が分かる。親方名と。いや、親方名じゃない。あの、神社に出すやつはええけど、警察には、あの、道路使用じゃないから、この簡単なやつだけ書いて、ネタ付け、住所、年齢とか、その、 生年月日、電話番号、出た、それだけでいいと思ってたんで、ちょっと待ってね、ごめんね。
まあ本当に紙この分もらって、ね、送ってあれしたらいいんちゃう、はい、でこの可愛い組にこの直接送ってもらうか、あの名簿だけもらって渡すか、それを聞いたら一番間違いないと思うんやけど、なぜに吉田の商売終わるまでに全部の名簿を回収したいということらしいで、でこの早めに紙は明日来た時にもう渡すみたいなことが言うとか、お前来てへんとかどうするつもりがここからも分からへんかったり、山内ちゃんがいつも送ったりしとると思うんやけど、何も分かってへんっていう話だから、これでこれでいいよ、はい、お願いします。で、2月の3日までに、あーもう今ごまぎ終わったとこで歩くんだ人でな、もうだこれから11時ぐらいかな、もう歩かれへん今も、ほんで今これからお好みも行列並んでなってんねん、まだまだ、だから商売17、18、19あらよ、もうどれももう今あれっすやねん、山田さん犬がちゃんと普通に受けれる明日、多分来ると思うし、その時に一緒にあれやったら、あ、ほんま、うん、明日、うん、なんか体育まんじゅうかなんか欲しい、あんたとこいいんだ、なんて、まだ帰りしか見えへん、もうあっちまでまだ歩かれへん感じ、ものすごくやわ、うん、今お参りってね、ごまぎ今炊いてな、終わったところ、どうしてんの、ああ、でも、もっとがあったかいと天気がね、全然楽しない。もう全然大丈夫。あった暑い。もう暑いぐらい。もう、ちょっとまた行列が完全にね、まだまだ。ああ、そうや、まだな、あれで、もう、そういうことなんや。はいはいはい。はいはい、もうすごい歩かれへんとねえなら、気になるわ。ものすごい人だよ。はいはい。はいはい。はいいつもどうしてんねん、送ってもらってんの、なんというか、今任されてるのは吉永っていうちっこいおさえぎの、ちょっとあのやろ、どっかに入ってたか知らんけど、こんな感じのやつちょっとカツカツがいいのか、あ、そう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 、うん、ちょっと残念な、そう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 、そう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 、口の悪いの、口悪いんだ、本当は出てやろ、たぶん俺もあったと思う、こんなの飛んでるのかな、そういうのがね、頭の上に座ったんだよ、いいじゃない、うんじゃないね、それじゃそれはちょっと抜けてるっていうか、
じゃないか。であの目を見かけたあの人のやつじゃない。ありがとう。はい。あ、いいですよ。Thank you.